皆さんこんにちは。先日このチャンネルの陰の支配者 K 先輩が佐渡ツーリングをお楽しみになったわけなんですが、家に帰る途中でちょっとしたアクシデントに見舞われたので、その件について手短にご報告させていただきます。佐渡島からフェリーに乗って本州に渡り、新潟と山形の県境を越え、小国町から飯豊町に差し掛かろうという時に、K 先輩が路面の段差にハンドルを取られてバランスを崩し、派手にすっ転んでしまいました。車両の損傷は、ミラーへの擦り傷や、レッグシールドとウインカーレンズが割れたり、ステップが曲がったりしました。他には、リアボックスが外れて飛んでいき、中身を道路にぶちまけてしまったそうです。一方で、K 先輩も、このように、負けず劣らずの、痛々しいお姿になってしまいました。安全運転を心がけていれば、このような事態にならずに済んだと思います。どうか皆様、K 先輩に、きついお叱りの言葉をお願いします。私からは以上です。ご清聴ありがとうございました。